はい、おはようございます。6月26日土曜日6時5分、もうまた6時6分になっちゃいましたね。ということで土曜日の朝、ニュースを見ていきたいと思います。まず菅さんの海外へ行って、カナダとですね、ドイツの首相との話をしたということで、まあ、北朝鮮の非難のメッセージを出しましょうとかいう話をなんかしてたみたいです。もう言うまでもなく、韓国の船が沈没したという事件で、まあ、北朝鮮のやったことはもう非難すべきだということで、まあ、一緒にそういうその G8 ですね、主要8カ国の G8 ので共同声明みたいなのを出そうというような話をしたということですね。まあ日本としては当然の立場なんですね。で、メルケル首相をドイツの首相とか、まあ、カナダの首相とかも、まあ、基本的にはそれはそうだよねっていうような話なんですけども、ただ、まあ、なんて言うんですかね、いや、わかんないですよ。菅さんがずっとこのまま首相として続くかもしれませんけども、なんとなく多分、その海外からするとですね、その新しい総理が、決まって、こう、言いに来ても、またあんた一年もしたら変わるんでしょう、みたいなね。そんな風に思われてないかなっていう、そっちがね、気になっていて、多分、案にそういうことも言われるんちゃうかなっていう、まあ、この実際ね、どんな内容の話がされたのか、ちょっとよくわかんないですけども、なんとなくそんな話とかもあるんじゃないのとか、今度ね、8月、7月、来月も、すぐに参院選があって、その時、オタクは大丈夫なのっていうね、そういうことを政権守れんのみたいなことを、まあね、参院選なんであれなんですけど、ただ、ねじれ国会みたいな前みたいな話になると、どんどんその、いろんな法案が通らないようなことになりかねないんで、そのあたりも、まあ、なかなかね、菅さんも今、海外の人と会うのも重要なんですけど、その中で、まあ確かにこういうその北朝鮮のね、行為とか、それに対してどうこうっていうのも一つ重要ですけど、まあ、この、特にね、経済成長と財政健全化の両立を目指すとかいうような話を説明したともあるんですが、そこに対して本当にその日本が何を目指すの、どういう日本になろうとしてるのっていうところをしっかりとですね、伝えて、で、またそれが、菅さんが実現できるっていうその意思というか、なんですかね、決意というか力強さというか、そこら辺がしっかり伝えれるかどうかっていうのが大きく影響するのかなっていう気がします。ということで、もう一つのニュースはずっと言ってですね、これを見てみましょうか。ちょっとまあ今日土曜日なんで、また拡大版っていうのをちょこっとやってみたいなと思って、それでもこれは喋ってみたいなと思うネタっていうかニュースではあるんですけども、前からちょっと注目してる漫画違法投稿の中学生ですね、海外サイトから入手してたということで、YouTube に発売前のその、ジャンプに載ってるようなその連載漫画をですね、YouTube にアップしてたということで、まあ逮捕されたんですけれども、その中学生がどうやらですね、その海外のサイトからその元ネタ、元原稿を手に入れてたということが分かったということらしい、ね、そういうふうに供述してるということなんですけれども、これちょっと本当にこのニュースって注目しておきたいなと思うんですね。まあいろんな著作権絡みの話だけでなく、いろんなそのネット犯罪、著作権の扱い方、YouTube だとか、Ustream だとか、いろんな動画配信サイト、そのブログとかいろいろその他含めて、そういうものに対するいろんな一つの方向性っていうのがこの結果出てくるんじゃないかなという気がちょっとしています。ということで、6時11分になっちゃいましたね。土曜日の朝ですが、今日はちょっと雨が降ってますね、こちら京都の方は。
ですけれども、まあ、6月最後の土曜日ですね、ということで、また頑張っていきましょう。では、また。